なんかそのね、構想から始まり、こんなすごい話になるとそう、どこまで行ったじゃん、想像、日本人じゃもう想像できないですね。ゲッラベルデー、だからゲッラベルデーはあっちこっちでいろんな事件、直接鉱山の利権に関係したような事件、逃走、襲撃事件もあれば、まあ何らかの形で同じエメラルドは鉱山が出てくるから、でその鉱山はエメラルドが取り来てるから、どっかでエメラルドが関係した、まあ、争いですよね。そうするとやっぱりゲッラベルになるわけですよ、ね、名前の通り緑の戦争に。そうするとあっちこっちで起こってるからね、やっぱり、あれですよ、その年によって5000人ぐらい殺されたのよ。5000人ってわずかなもんですよ。いや、日本じゃそう考えられないですよ。10日で500人でしょ。1年に5000人。そうすると月に480人とか。そうすると1日に。でもそれ全部エメラルド、ほとんどエメラルド業界の人じゃないですか。全部エメラルド業界。だから1日に2、3人っていうのはもうひどい時は何十人殺されてるから、やっぱり5000人なんかもっと少ないですよね。だからエメラルド戦争では5万人死んだ、アメリカのベトナム戦争並みのというけど、もっと死んでるかもしれない。日に2、3人なんていう感じじゃなかった、日に僕は2、30人という感じ。大問題です毎日新聞すごいでしょ。ああそうですよ、もう新聞にはその頃はいつも、ゲッラベル出てて、もう血しぶきで遺体の写真ばかり。でもその後もうそうやって出すのは自制してきたんですけどね。あ、多すぎて、自粛自制、させられて政府に。で赤新聞が専門的に扱ってたけど、そうするとみんなは巷の、アホな連中はそればっかりか読むわけですよ。まあ、まともな新聞も買わずに、要するにタブロイド版ってわけですね。そういえばその決闘したラウルも結局殺されちゃったんですよね。あ、そうですよ。その話はまだしてなかったですが、彼はね、たまたま、それ集金に行く前に、もう何度か僕に言ったけど、俺はあのカルタヘナの、カルタヘナで大きく宝石商やジュエリーショップを出してるのがいるんでさ、そいつに貸し込んで取れなくて困ってるよ、そいつらコケロなんだよなって。分かる分かる、この目で大きい商売してるやつはコケロで、もう当然ですから。コケロっていうのはあの麻薬業者ってことですか。コカイン業者、コカイン業者です、ね。で、いよいよコケロ来たらね、まあ全ていろんな商売でも入り込んでますから、コロンビアでコケロなんて当たり前なんで、金洗ってるんですよね、うん、そうですよね。で、いよいよ初期に行くと前に、彼が、ジョギング、僕がジョギングして、彼はローラースケートをしてたに会った覚えてるけど、やっぱ仲良くなるんですね、決闘したらね。決闘したら仲良くなるんですよ。ああそれはもう、ね、結婚する前は普通の友達で、喧嘩した後はもうしょっちゅう飲んでもう兄弟並みですよ。決闘した仲間っていうのはもうこれは特別な、特別ですね、なりますよ、命のやり取り。もう本当は特別です。認め合ってこうね、認め合ってすごいですよ。ほんで、いやいよいよこの週末には俺カルタヘナに行くんだって。もう殴り込みですね。もう用意万端でちゃんと周到に用意したのかって。まあ子分に3人連れて、それはあれだと、俺もそれほどは無鉄砲じゃねえなんて言ったけど、まあ勇壮な人間だから、勇壮な人間の間違いはね、ここなんです。相手も自分ほどじゃなくてもある程度男らしい男と思うんですよ。そこが間違い。僕は優秀な人間じゃないですから、普通の波の人間と思ってるから普通の波の臆病者と僕は思ってるから、だから臆病者の人間の心理が分かるんですよ。本当に度胸のあって、度胸の塊みたいなクソ野郎はね、ヤクザでもいますと鉄砲玉になるような、ね、僕の喧嘩相手だった山崎ととこはもう鉄砲玉みたいな、もう僕を追い回して、僕もこの野郎っつってやろうって、もう大きい男だし、いざとなったら嫌なんて言ったけど、こっちは逃げてる時代だったけど、そいつは無鉄砲で殺されちゃったんですよね。
それをやった相手っていうのが今の僕の友達なんです刑務所へ行った後出た後あ殺して刑務所行って出てきた住吉連合 の, あの関東副理事長になったお大物ですね、うん、だからどうぞ友達だって僕に言ってたおあんた早田君あんたの敵を俺やったんだよねってやらなくても俺は汚い誰でも浮かべってそいつの山崎は鉄砲玉でもう全く度胸だらけのはっきり言えばバカ度胸だけの男で行っていやなぶり殺しになっちゃった口だこれボコボコにされて殺されたんですそうそうです鉄砲玉だからあ そういうのは日本じゃバカは鉄砲玉だけど全くクソ度胸だけの男何の自覚もないこれもまた全然ダメでも結構度胸も頭もあって本当に優秀な人間僕が尊敬する優秀な人間っていうのは世の中にいるんですよ例えば西郷隆盛そうだし優秀な人間ですよでもそういう人たちっていうのは、ね、意外と、分からない部分もあるんですよ相手の立場で要するに自分があまりにも男らしい優秀な人間だからとラウルがそういうタイプだからと相手がね相手は臆病のクソだと思っててもそれでもある程度男らしいと思っちゃうわけこけるなんてない全然男らしくない汚いもう徹底して汚いわけよってのは彼らにとっては超違法をやって金儲けるから男らしくするちょっとだけでも公正さをにじませるちょっとだけも人情をにじませるそんなの全然関係なしもう汚い世界に生きてるやつは汚い方法しかこれが全てなんですよだからもう一番最低のとこを考えて対応してるんですねそうそうだから彼がラウルがその時に相手だってそれほど汚くないだろうと思ったそれが欠点僕はそれを未だに持ってるけどそれほどどころかそれほど異常に汚いんですよそれが分かっていれば彼はあとちゃんと頭いい男で、うん、彼の欠点は優秀すぎることそれで、うん、取り立て行ったじゃないですか取り立て行ってもう取り立て行って、中に入って蒸発ですよもううまい具合に用心して中に昆布も周りに埋めてそこでいきなりやることはない そうはないそれは誰でも分かることでしょでもその後払うようなふりしてそれでも取り立てする方は用心してそれでも向こうは、まともに真面目に応対してるのに見せてそれでも汚いことを考えてもうその上の上の上をそれでもこっちは用心してるそれでもその上を行くで負けるわけですよもう行方不明になっちゃったんですか行方不明になっちゃった帰ってこなかったよあもうそれが帰ってこなくてからすぐ弟の、オーランドこれも男でやっぱりエスメロで有名な男だったけど、行ったら、うん、あやたついに兄貴帰ってこねえよってやっぱりやられてるなとそれはやられてると分かってさ帰られてなければ帰って死体も出る何もないあそういうのは5万って言いますからね